キシートオールのオンフライデー離婚プラスリボンはあるの幸せの時間です。今日もご覧いただきましてありがとうございます。と私は夫婦問題で悩んでる顔を笑顔にするリボンコンシェルジュの飯野直美です。そしてもう一人のパーソナリティは、はい、キシリートオールでございます。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。この番組は毎回リボンの騎士というゲストをお呼びして離婚に悩んでいる方に役立つ情報を配信しています。リボンの騎士、はい、リボンの騎士です、はい、で今日のではでは今日のですねリボンの騎士はじゃーん、ヒーラーの滝村あきこさんです。よろしくお願いします。もうあきこさんはね、はい、ゴッドハンドって言われてるんです。はいはい、私もさっき打ち合わせしながら、うん、腕が、ね、痛くて、うん、もう痛くて痛くて動かなかったんですけど、うん、ずっとね、はい、手を当てていただいて、そうするとねここビリビリビリって自分で感じるの、うん、で頭まで来たって、うん、今ここまでビリビリしてきてるって言って、うん、だん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 分かってくるの。で最後はこう手がね動くようになって、うん、ね、不思議な力ですよね、うん笑ってるし、すごい。後でやってもらおう。やってもらおう。すごいですよ、本当に。いいです。いや今ね、はい、大変なんですよ。イチョウの葉っぱがどんどん落ちて、掃除しても掃除してもどん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 落ちてきて、うん、で手が痛いんですよ。ずーっとほうき使ってるんで。ああ、そうなんだ、うん。なんでイチョウの葉っぱが。キシリさんにっていう風に全部綺麗にしたのに、一、うん、回風吹くと、うん、向こうの方からね、うん、ブワーって出るんですよ。何の意味もなし、うん、やってもやっても、もう抵抗やめたんじゃないですか。人生ってこういうもんかな。まあ諦めることも肝心かも。もういつもこう絨毯の黄色い絨毯のようにこうあるんだと。いやいや、そういうわけにいかない。ダメ。はい、はい、じゃあよろしくお願いします。じゃあ最初にですね、はい、じゃあアッコさんの、はい、アッコさんもね離婚をしてるんです、はい、で今再婚されていて、お子さん4人と旦那さんと6人家族、はい、あとワンちゃんがね、はい、1匹いるんですけど、暮らしてるんですけれども、はい、じゃあ最初にアッコさんがなんで離婚をしてしまったのか、そんな時に、うん、理由は何ですかね。いきなり突然、はい、突然いきますね。また行きますよ、はい、はい、あの簡単に答えます。はい、主人の借金です。おー、なんか前回もなんかそんなちょっとちらりとそんなね、うん、そう、うちもですからね。あのね、あ、今は最近問題になってないんだけど、私が離婚した頃って三大離婚する理由の一個が借金でしたよ、うん、今はもう下がってるんですよね、なぜかわからないんですけど。1番は、2番が浮気なのかな、うんうん、で DV と借金だったんですけど、今は借金がこっちに落ちてきて、うん、で不仲って言わない、なんて言えばいいんだっけ、性格の不一致。性格の不一致ってね、若い頃は何のことだか全然分かんなかったんですけどね、うんうん、よくわかりますね。そうです、わかるよね。そうそう、意外とね多いんだって今は。でも私の相談者の人もやっぱ多い、うん、性格の不一致が一番だと思ったけど、うん、でもね、うん、前はやっぱり借金とか具体的に浮気がとかっていう人も結構多かったんですけど、うん、最近やっぱり何がっていうのがなくって、うん、やっぱ多いですね、うんうん、そうなんですよね、うんうん、そうです。でね、この間お話をね打ち合わせするのに結構伺ったりとかしてる時にちょっと印象的だったのがね、あっこさんがね離婚したいっていうふうに言うようになって、はい、だというか言う前だったっけ後だったっけ、旦那さんがね結構ねあこさんが大好きで、うん、いつもつきまとうようになっちゃったんだよね。そうですね。ストーカーと言っていいのか分かんないけど、その辺の話ちょっと聞きたいなと思ったんだけど、うん、どんでしたっけ。そうですね、うん、あの結局主人の借金が分かりました、うん、でも私はそれを返すがために外に働きに出るようになりました、うんうん、それも子供が小さいので、うん、子供が寝てる間の早朝、うん、夜中から早朝にかけて働きに行きました、うんうん、それが面白くなかった。面白くなかった、うん、結局外で私が笑ってることが嫌だって言われたんですよね、うんうん、自分の前だけで笑っててほしいのに、あ、なるほど、外で楽しくしてる、うん、そしたらもう
仕事が終わると、うん、子供が小さいから、うん、主人がいてる時間に働きに行って、うん、主人が仕事行く前に戻って、うん、で子供たちを一人にさ、うん、ね、うん、子供たちだけにしないようにっていう配慮で働いてたのに、うん、仕事終わって、うん、仕事場から出てくると、うん、主人がいるっていう状態、うん、ありゃうん、隣になれてなかったわけね。まあそうでしょうね。そうだね、大人になれてなかったのかもしれないね。でもそれって愛情じゃないですよね、うんうん、そうなんです、はい、執着だよねって話してたんですよね。もう完全にだんだん、うん、おかしくなっていっちゃいますよね、うん、でもその時ってやっぱりそうされてる時のアッコさんって、うん、なんかこうどう思ってた、嬉しいって思う気持ちってやっぱありました？全くなかったです、ね、ないよね、本当に、うん、まずここ働いてきに来てるのは、うん、なぜ、うん、そうだよね、っていうところ、そうだよね、あんたのせいでしょ、そう、そうですね、その次にやっぱり子供はどうしてるの、うん、っていう、そうだよね、うん、子供3人いたんですからその時、うんうん、そう、だからそれをほったらかしてまで出て、うん、来ないといけない心境っていうのがどうしても理解できなくて、うんうん、子供よりも自分のね、うん、そうだね、感情を抑えられなかったんですよね、うん、きっとね、うん、父親にも慣れてなかったってことですよね、結局はそこですよね、うん、父親になれないっていうところにやっぱりもう私は失望したっていうか、で離婚をね、はい、そうやってストーカー見たくなってて、はい、借金を返さなきゃいけないから一生懸命返してたわけじゃないですか、はい、でそういうふうに旦那さんがこうストーカー的な感じになって子供の面倒も見てくれない、うん、でもその時にはまだ離婚するとは思ってなかったんでしょ、はい、で どの瞬間に離婚しようと思ったの？またそれもね、うん、ちょっとまあその時の主人のこう考え、うん、思考がおかしくなってたのかもしれないですけど、うん、そのお仕事の忘年会というか飲み会みたいな感じで、うん、みんなでお出かけした時に、うん、帰りが遅くなりました、うん、で、でもその日付は変わってないですよ、もちろん私も子供は置いていってるわけだから、うんうんうん、で帰ってきたところに、うん、その一緒に働きに行っていた私のお友達に、うん、私がお風呂に入っている間に、うん、私の携帯から成りすましたような感じで電話をしたんですよ、うん、私の携帯、旦那さんが、はい、私の携帯を使ってそのお友達のところに、うんうん、あのうちの嫁は、うんうん、あの帰ってますでしょうかみたいな感じの、私帰ってますよね、ああ帰ってる帰ってるだって私の携帯でかけてるんだもん、うん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 、そうだね、なんかえ、うん、なんかすごいそういうなんかね変わったことをしだしたんです。ほうほう、それはね自分がもう分かんなくなっちゃってるの、うん、と思うんですけど、やってることが、うん、なんかいろんなことが疑心暗鬼になってなんか、うん、なんかを試そうとか、そう、そんな感じですよね、そんな感じだよね、うんうん、本当にその人と私が一緒に、うんいたのかとか、うん、そういう確認をそういうふうな形でしだしたので、うんうん、でも私はもうそのお友達にまで迷惑をかけるっていうことがどうしても許せなくて、うんうんうん、でも決心しましたね、うんはい、でもそんな旦那さんだと持ちだ話持ち出してもなかなかうんと言わないとかってそんなことない、言わなかったです、もうまず子供のことをほったらかして出てきてた割には子供を渡さないと、うんうん、真剣で揉めたんだもんね、うん、結構揉めましたね、うんうん、これもまた面白いの真剣で揉めに揉めに揉めに揉めてね、うん、じゃあ結局真剣はアッコさんが取ったわけですよ、はいはい、じゃあなぜアッコさんが取れたか最後ちゃんちゃんっていう話なんですけどね、はい、私思わず笑っちゃったもんもう結局養育費の 金額だったんです、うんうん、こっちが要求した金額は払いたくないから、うん、子供を渡さないと、うん、でもう私はその長い揉め事がもうどうしてもしんどくて、うん、本当にしんどかったし、うん、子供たちもかわいそうだって思ってたから、うんうん、あのでも絶対ゼロにはしたくなかったんですよね、うん、子供のために、うん、
でも、ね、もうこれは妥協しないと、うん、もう離婚もできないし、うん、子供たちも私が面倒見れないと思ったから、うん、妥協したんです、うん、そしたらそこ OK。 あ、はい、つまりそこが落としどころだったんですよね、うん、でその相談者の方でもね、結局お互いに意地、まあ、アコさんの場合じゃなくってね、あの意地になっちゃって旦那さんが親権をよこせっていう人って意外と多いんです、うん、で実際にはお子さんを引き取って子供を引き取って自分が仕事をね、うん、しながらっていうのはやっぱ難しいっていうのは、うん、冷静に考えれば分かるんだけれども、うん、意地になっちゃってるので、うん、そこを言うと相手は困るだろうっていうところをこう突こうとするってい う、うん、こう思考になってっちゃう人がいて、はい、そうするともう落としどころを見つけないと、うん、もう意地一回出ちゃった、なんていうのかな、その意地だから、うん、引けに引けなくなっちゃうんだよね、うん、その時にじゃあ折衷案を出すとスコンって落ちたりとかっていうこともあるし、うん、あとやっぱ養育費っていうのは割とじゃあっていう風になる可能性はあるんですよね、うんうん、だけどあこさんもそうなんだけどやっぱりきちっと養育費をもらうようにちゃんとした金額をもらってないので、うん、やっぱその後大変ですよね、うん、仕事とかいっぱいしてて、あこさんもいっぱい仕事されてたし、うん、そういう方が多いんですよね。だからやっぱり揉めないでなるべくね、そうですね、地にならない前にうまく話し合いがいくとお互い地にならないのでね、うん、いいのかなっていつも思うんですよね、うんうん、うん、あこさんも離婚した後結構働いてらっしゃったんですもんね。そうですね、本当に朝のもう 7時ごろに下の子たちを保育所に預けて、はい、一番上がまだ小学校1年生だったので、うん、上が1年生か。そうですね、まだ保育所で4歳2歳だったので、うん、もう本当なんか毎日、朝早朝に抱いてくるよって言って、うん、暗くなってからはいただいまっていう、でもそしたらご飯の支度をしないといけないわけだから、うん、やっぱりこう接する時間とか、うん、どう言ったらいいのかな、うん、一緒にいる時間とかね、一緒にいる時間っていうのがやっぱり少しでも大事にしないといけないなっていうのはすごく思いましたけど、うんうん、そうだよね、うん、やっぱりそう養育費って子供のためですよ ね、うん、そうですね、結局そのお金があれば、うん、少しでも子供と一緒にいる時間が取れるっていうことにもつながってくるし、うん、ちっちゃい子の場合はねやっぱりそれが大きいですからね、うん、決まってる金額ね、別にそれ以上をもらう必要はないのかもしれないし、うん、そこまでは意地を張ることもないかもしれないけど、うん、決まってる算定基準っていうのがあるので、うん、まあその金額はきちっともらえるようにね、その金額も決して高くないんですね、うん、それじゃ子供育てられないぐらいの金額なんだけれども、まあ、でも男にしてみればやっぱりそのね、うん、養育費払ってるっていうのが唯一のつながりじゃないですか、うん、そうですよ ね、うん、この間言ってましたよね、うん、あの毎月振り込まれる通帳の父親からの記帳が愛の証っていうか、まあね、そうね、つながってる、うん、その話はすごく印象に残りましたね、うんうん、私もすごい今でも覚えてて、よく相談者の方にも話すんですけど、本当そうだなと思って、うん、あと残るじゃないですか、記帳してる父親からの毎月の入金が、うん、これって自分のこと忘れてないよって意味だったりとか、うん、父親の愛だったりとかね、うん、感じられるものだなっていう、離れていてもお父さんが、ね、うん、まあ、ある意味面倒見てくれてるところがあるみたいな、うん、気持ちになってくれればね、うん、男として嬉しいですよ、うんうん、なりますよきっと、ね、子供も受け取れると思う、ね、うん、なるほど、はい、じゃあ一番最初にじゃあ行きましょうか、そろそろ、はい、ではですね、じゃんということ で、 じゃん、今回から行きます、じゃんじゃん、あなたのん、あなたがリボンした瞬間です、はい、はいはい、私がリボンした瞬間は、はい、市役所に離婚届を出した時です。あ出た初めてここ意外と多いのかなと思ったら初めて、あ、そうなんですか、うん、今までね違った、離婚した瞬間だって言った人っていなかったんです、うん、私もそうじゃないんですけど実際に、そっか、だってもう揉めて揉めて大変で、うんうん、で養育費をやっぱり月々の面接券とかいろんなことを含め、うんうん、交渉市場まで行っ
て、うん、書類を作って、うんうん、そこで初めて離婚ができることを自分で確信して、うん、でもその間っていうのは、うん、あの提出するまでは不安で仕方がなくて、うんうんうん、覆されるんじゃないかってね。そうなんですよ、うんうんうん、だから、うんうん、本当に受理してもらった時が、うん、もうほっとしました。やっとって感じ。はい、うんなんかこれって本当に自由になれたと思いましたね、うんうん、もうその先の、苦労が待ってるとかってのは全く考えなかったですね、うんうんうん、まさにリボーンした瞬間だよね。本当ですね、うんうん、あれは提出した瞬間に、うん、離婚が成立してそこでピッと線が引かれるわけね、はい、向こうでね、うんはい、受理が終われば戸籍が変わるんでね、はい、離れるので、はいうん、そうです、うんなるほど。そうなんですよね。じゃあそうか離婚した瞬間だよね。そうですよね。えそしたら一気にいっちゃうかな。そしたら次じゃんじゃん昔の自分に言ってあげたいことです。はい、どうですか。まあ若かったっていうのもあって、うん、本当に離婚するもう今考えればね、うん、3人連れて離婚するっていうのを、うん、今のこの年でしなさいって言ったら私きっとすごく迷うと思うんです、うんうん、あのいろんなこと考えてね、うん、でもその時って若かったし、うん、すごい勢いもあったし、うん、元気だったし、うんうん、だからその時はよく、うんよく頑張ったねって言ってあげた。いくつの時に離婚したんですか。26、7、8ぐらいですね、うんうんはいうん、よく頑張ったねって言ってあげたいですね、うん、そうだよね。どのぐらい揉めたんですか。時間にしたら約1年近かったかな、うん、そっか、うん、それでも本当に、うん、あの火災とかも全く挟まなくて、うん、あ、調停行かなかった。もう行かなくて、うんうんうん、もう本当にお互いのやり取りだったので、うんうん、逆にそれがしんどかったのかもしれないです。うん、そうだね。調停入れば調停員が真ん中に入ってくれるから、うん、本人同士じゃないからね。でも一緒に住んでたの？別居は？向こうが、うん、あの置いて出て行ったので結局は、うんうんうん、あ、それは離婚して出てったの？うん、その前に、その前に、うん。うん自分の買ったものだけ持って出て行きました、うん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 、実家に帰ったんでしたっけ旦那さん。そうです、うんうん、で実家帰っちゃった後の生活費とかは入れてた。それは生活費は少しいただいて、うんうん、でもその間に出る児童手当、うん、役所から、うんうん、それは渡さないって言って出してもらえなかった。え、じゃあその児童手当ってもらってる金額とどっちが多かったの、うん、そんなに変わんないくらい。そんなに変わんなかったかな、うんうん、じゃあ本当に少ししかもらってなかった。そうですね。これ実は結婚をね、うん、婚姻してる間に別居してる時っていうのは、うん、婚費費用って言って婚姻費用分担っていうものがあってね、うん、知ってますか。知らないです。あの、ね、どういうものかっていうと、うん、それって養育費って子供のために払ってくれるもんじゃないですか、はい、そうすると子供のためなので子供のための養育費なんですね、うん、コンビ費用分担はプラス奥さんの分も入るんです、うん、だからその共働きの場合だったら差額が出るので少ない分を補填してくれる、うん、つまり子供と奥さんが働く一緒に暮らすための生活費を収入が多い方、一般的旦那ですよね、うんはい、旦那さんが見てくれるっていうのが婚姻費用分担なんですね。だからあのなんて言えばいいかな、長く別居生活をしている人っているんですけれども、うんはい、その一つの理由として別居してた方がもらえる金額がきちっと払ってくれてる人がですよ、きちっと払ってくれてる人だったらそっちの方が金額が多い、うん、離婚をしてしまうと子供の分だけになるので収入が一緒だったら減るんですね、うんうんうん、って言って別居の方が長くっていう人も いるんです、ね、それは別居でなんか協定がなんかしてとか、なんかそういう間に弁護士さんが入ってとかでこうしなさいみたいな
うんとね、あの弁護士入れなくても、うん、婚姻費用分だって調停に申し立てすればできるんですね。あ、でも調停するんだよね、はい、そういうことだね。でも実にそんなことしなくても、うん、相手が婚姻費用分担って法律あるよね、うん、払ってくださいって言って、払ってくれれば全然それは何の問題もないですよ。そういう規則があるから、はい、ルールがあるから、うん、そういうルールあるの知ってる、だから払ってねって言えば、うん、それで OK なんだけど、まあでも払わないって言った時には調停に申し立てすると、うん、調停の方で大体もう決まってるんですよ。夫の収入があって自分の収入があってって、うん、これでもうこういう帯広みたいな感じのやつで、うん、こういう算定基準っていうのがあって、うん、もうそれを家庭裁判所が持ってるので、大体これぐらい払いなさいねっていう感じになることが多いんですね、うん、まあ、理由があればまた別ですけど、うん、一般的にはっていうのが実はあるんですよ。まあ、多分あこさんは ね、それももらっていなかったっていうことだと思うんですけど、でその間もほら旦那さんの借金の返さなくちゃいけないとか、うん、そういうのあったんでしょ。あのね、またその、うん、出ていたってなると、うん、主人のお母さんたちは、うん、どうしたのってなるじゃないですか、うんうん、でその理由っていうのは、うん、まあ、結局は親離れができてなかった旦那さんだったので、うん、あの全てお姉さんたち、うん、お母さんに自分で相談してたみたいなんです、うんうん、であの結局は家族、自分の家族が全部相殺してくれた、うん、生産したって感じですよね。だからそこも私は許せなかったんですよ。うん、うんうん、そうね、うん、自分でやったことなかった。そして向こうのほら、旦那さんの方のお母さん、はい、どっちについてくれるってあるじゃん。やっぱりほら、いやそれはやっぱりあなたの方が悪いよって言って、うん、奥さんについてくれるお母さんもいれば、うん、もうだ旦那さん可愛くてね、うんうんうん、あもうそちらです、そっちですね、はい、でもねそれね本当に結婚してる時はね、うん、結構いい感じで嫁しゅうとめの関係があっても、うんうん、やっぱり自分の産んだ子なんですよね、最後は。なるほどね、そういうのが多いだろうね、が多い、うん、で、あの私の相談者の方なんかでは、もう旦那ね、もうあなたが悪いんじゃないの、うん、みたいな感じのことまでも言う方もいらっしゃる。だから本当最後は、うん、その自分の息子が作った借金そっちのけで、うん、もうすごいやっぱり働きに出て、うん、みんなとそれこそお仕事場なんだから、うん、女性男性関係なくいるじゃないですか、うん、ね、あの、うん、今日ご飯食べに行こうよって、うん、みんなで4人5人で行くのも、うんうんうん、お付き合いもあるしね、はい、うん、それそういうことを逆に責められたんで、うん、あ、うん、いやその仕事行ってるのは、うん、っていう感じでしたけど、うん、仕事しないでさせてくれるならそれはね、うん、そうだよね、うんうんうん、そうですね、だからもう、あ、うん、だから私が何を言っても、うん、もう自分の息子の言うことが全てなんだろうなって思っても、うん、そこでももう本当線引いたっていうこともあります。この親にしてこの子ありですか、うん、ね、いろんなパターンがありますよね、うんうん、そうですよね、うん、はい、じゃあですね、あとどうしようかな、じゃあ流れがいいから、はい、次にこれさ一気にいっちゃおうかな、はい、じゃーん、はい、わかりますか、はい、リボンコンシェルジュに聞きたかったこと、うん、今話してて、うん、あのやっぱり専門家に相談するのが一番だったんだなって思います、うん、あ、そう、はい、え、どういうところが今さっきの、うん、あの、うん、婚姻費用分担、そういうことを一つにしても、うん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 、やっぱ知らないから、うん、自分の働いたお金で、うん、もう足してっていう生活をしてたわけじゃないですか、うんうんうん、それこそね、私の方の両親にも手伝ってもらったりとか、いろんなことあったから、うんうん、そういうことをちゃんと知ってたら、うんうん、よかったんだなってすごく今思います、うん、もう本当に直美さんに出会うまでは、うんうんうん、離婚とかの相談相手っていうのは弁護士さんだと思ってたわけです。あ、そうですね、そうですよね、結局弁護士さんに相談するっていうのは離婚っていう、ね、うん、自分の立場を決めてからじゃないと、うん、向こうの仕事にもならないわけじゃないですか、うんうん、そういう意味で離婚したらどうなのとか、うん、したいと思うんだけど自分が間違ってるのかなとか、その辺のことをね、知るための相談相手っていうのは
思いつかないもんね、うん、普通の人は。そうですね、うん、今でもやっぱりまだまだ知られてなくって、うん、弁護士のところに行くのが最初って思ってる人っていてて、うん、だから逆に言えば決めないと、もう離婚するぞって決めないと弁護士のところに行けないと思ってるから、うんうん、悩んでる人っていうのは一人で悩んでたりとか、あとは友達に相談したりとかね、うん、そういう感じの人が割とやっぱ大半なんですよね。あとは日本放送の加藤義郎さんの人生相談に聞くとか、ね、そんなぐらいしかね。それはあれはいつも俺車の中でずっと聞いてて思ってたけどね。そうなんです、ここに質問が来ればいいんだな。そうです、ね、この番組に問い合わせしてくれればいいですね。そうですね、うん、ここに来てもらって、そうね、やるのもよしよかもしれない、うん、でも本当に悩んでいる段階でどっちの方に行くかっていうのも自分が思っても見ない方の選択肢っていうのも出てくるから、うん、話を聞くことによって、うん、あと私が一番思うのはやっぱり嫌なことばっかりがあるからもう感情的になってわーって走っちゃう人っているんですけど、その人たちが一番危険というか後悔が多いと思っていて、うん、子供がいる人ってその後の生活考えないでパーンって出ちゃって、で実家に帰れるからいいわと思ってパーンって出てもいろんなね問題が、他にも仕事にすぐつけなかったとか子供がなかなかね地域に馴染めなかったとかいろんな問題が出てきちゃうから、そういうのとかもなんていうのかな、前もってここでこういうこともあるんだよ、ああいうこともあるんだよっていうことをシミュレーションした上でゴーって言うと後悔、それでもすることとしないことと良かったことと悪いことが出てくるんだけど少なくなるじゃないですか、後悔がっていうふうに私は思うんですよね、うん、私自身が逆に離婚自体は一回も後悔したことないし、うん、全然後悔してないんですけど、でも子供のことでは 2,3 こうしといてあげればよかったなって思うことがあるんですよね、うん、それもうちょっとシミュレーションしてあげて子供の気持ちになってこうしといてあげればよかったなと思うことは 2,3 あるので、うん、そういうのもねやっぱり相談していただければお伝えできるかなと思いますね。そうですね、はい、私もだから結局は最初父親と一緒に、若かったですし、うん、父親の知り合いの弁護士さんとか行きましたもん。あ、でもやっぱり、うん、じゃあ何が嫌なんですかって聞かれた時に、うん、仕事をしているところに来るんですって言ったら、愛されてるから嬉しくないんですかって言われたんですよね。そこじゃないんですよねみたいな。愛の形が違うみたいな。そう。そう。やっぱね、まあ、最近はね離婚専門の弁護士っていうね、次回ゲストで。ほう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 。今度は来るんですけど、リコメンが来るんですけど、来ていただくんですけど、そういう方なんかはいろんな事例を持っているのでね、そんなことは言わないかもしれないですけど、そうじゃないとねやっぱ分かんないですよね。弁護士の方だからといって法律のプロではあるけれども離婚のプロではないので、そうですね、やっぱ事例の数も違うでしょうからね、やっぱり。でも本当弁護士のところにどうしても行きたい方は離婚弁護士で看板上げてるそのところにぜひ行ってほしいなと思いますね。はい、そうですね。あともう一個、はい、ね、離婚をした後に、面接権ってあるんですね。あ、面接権、はい、でパパに会わせる、で子供離婚したら子供ってパパに会うのが絶対パパに会いたいに違いないとか思うじゃないですか、でパパも子供も自分に会いたいと思ってるに違いないと思って、そんなのもあるし子供の成長のために面接権って必要だなっていうのがあってあると思うんですね。でも面接権って親の権利じゃなくて子供の権利なので、子供が会いたければ会う、会いたくなければ会わないっていうものなんですね。でそれでアッコさんは実は子供を会いたいと思ってると信じてて会われてたんです、はい、でも結果トホホホだったんですね。そうそうそう、そのねお話が、あ、こういう人も多分いるだろうなと思ったので、ちょっとお聞かせ、はい、聞かせ、はい、週、2週間に1回2週間に1回、はい、会いましょう、うんうん、でお泊りもオッケーっていう感じの、面接権を、取ったんですよね、作ったんです、もちろんそれは、そうしないと、養育費は渡さないって言われたこともあったから、もしたんですけど、まあ、もちろん子供たちはパパが大好きだろうって
やっぱり母は思うじゃないですか、うんうんうんでね、あの父親と母親の揉め事に子供は別にね、うん、関係ない、あの関係ないからと思ってしたんですけど、うんうんうん、すごく主人も、ね、元パパも会いたがってたし、うん、でしたんですけど結局子供たちはすごく苦痛だったみたいで、うんうん、あのいつも今になって今も一番上が25なんですけど、うんはい今になってなんであの時行かなかあかんかったんって聞かれるんですよね、うん、で嫌 やったって言ったら嫌、うん、やったって友達と遊びたかったあ友達と遊びたかった、うん、っていう、うんうんうん、感覚を持ってたみたいで、うんうん、でじゃあなんで行ってたんって言ったら、うんうん、おもちゃ買ってくれるからあでえじゃあパパと遊ばないのって言ったらよパパでいつも寝てるもん、うん、おばあちゃんといとこと遊んでる、うんうん、でパパを遊ぼうよ、うん、それも1週間2週間に一度しか会えないんだから、うん、で起こすとおばあちゃんに叱られる、うん、パパは疲れてるんだから、うん、起こしたらダメって言われる、うん、っていうことを聞いた時にこれ必要やったんかなってああ他って感じだよねほんまにね思いましたね何考えてんねんって、うん、何も考えてないんだよきっと、うんうん、そこはすごい本当に、うん、あそれって両親が勝手に決めたことなんやって思いましたね、うん、子供の意思っていうのを勝手にこっちが、うんうん、決めて、うん、会いたいでしょって決めて、うんうん、作った権利でも子供は徐々に、うんうん、ただ苦痛そう苦痛だったんだ楽しくない。そうやね。だってどんだっけ、うん、あの行けないって言って残ってた子供のことが羨ましかったんでしょ。そうなんです。うん。うん、そう一番下その時の一番下、うん、今の3番目がねすごくパパに懐かなかったんですね。うんうん、であのもうどうしてもパパに、うん、こう触れるのもすごく嫌がって。うんうんもう仕方がないのでもうじゃあ、うん、ねそこまで言うんだったらって私が面倒を見てるじゃないですか、うん、でそれを羨ましいと思って上2人は行ってたらしい、うん、そうなんだ、うん、ママとどうしてママとあの子は一緒におれて私らは行かなあかんのって思ってたみたい、うん、あそれも大きくなってから話、うんうん、してくれるようにはなったんですけど、うんでそのお父さんと会いに行くというのはどれぐらいの期間続けてたんですか？もうすぐ終わりましたね。もうすぐ終わりました。もう小学校の高学年はもう全く行かなかったです。うん、うんうん、あのもちろん向こう側の再婚もすごく早かったので、あそうなんだ。はい。なのであのうんやっぱりもう会わなくて良くなるんですよね。うん、向こう側も。うん、自分に新しい家庭ができると、うんうんうん、だからホッとしてたみたいですよ、うん、子供たちはなんか子供の気持ちをね聞くのがやっぱ大切だなって、本当に思いましたね。思い込みですもんね、うん、きっとね、うん、これが喜んでるに違いないみたいな、うん、下のお子さんねおもちゃ屋さんだと思ってたんです。そうなんですそうなんだ、はい、パパっていうもう2歳、うん、2歳前2歳だったし本当に、うん、なのであの、うん、誰のとこ行ってんのって聞かれても、うん、おもちゃ屋さんって答えるぐらい、うん、おもちゃをずっと買ってもらってたっていう印象しかない、うん、毎週サンタさんがやってたけど、まあそうですね、うんうん、だからきっとそのそういうことでしか愛情を、うん、こうそう伝えられなかったっていうね、うん、こともあるんでしょうね、うん、そうなんでしょうね、うん、きっとね、うんまあ、不器用なところはあるんでしょうけど、 そうですね、それでもやっぱりね、うん、考えないかんよね、うん、分かんなかったら聞けばいいし、うん、一生懸命考えてね、うん、改善していくとかそういうことができなかったのかな、うん、そうですね、うんうん、ね、だからね、本当もし同じような境遇のお父さんしっかりしてくださいって感じですよねしっかりしてくださいって感じですよね、たくさんいらっしゃると思います、うん、子供たちはちゃんと見てるよって。うん、でもそうだね、結局子供って一番冷静なのかも、うん、被害者でもあるんだけど、でも本当冷静に見てますよね、うちの息子もそうだけど、うんうん、パパの悪いところ、ママの悪いところ、うん、
いいところ、冷静に分かってるんですよね。分かってますね、本当に大人です、意外と。そう思う。でなんかその離婚されてね、はい、でその後仕事していて、はい、で今ヒーラーの仕事してるじゃないですか、はい、それってなんかこうどのぐらい前からヒーラーの仕事を始めてらっしゃるんですか？ヒーラーの仕事は、うん、もう本当にまだ4年とかそんなんなんですけど、すごいんですよ本当に、そういう、なんていうの、ヒーラーとしての凄さとかっていうのは、それは持って生まれてたものなんですか、それともやっぱりそういうなんか勉強をしてそういうのを引き出すようなトレーニングをし、もともと小さな時から本当にあの見えないものが見える子供だったので、なんか本当不思議な子だったみたいですね、あの親からすると。そう、あ、じゃあやっぱ生まれ持ったものもあるんでしょうね、きっと。私見えないもん見えないですもん。そういうとこにやっぱり旦那さんも引き継げられてこう来る、来たわけでしょうかね。どうなんでしょう。でもね、そう、私ね、あのこの仕事をしだした時にね、ふっと思ったんですけど、私前の主人には自分がそういう体質だっていうことを一回も言ったことないんです。ああ、そうなんだ、はい、本当に話したこともなくて、なんでだろう、それが私も自分で不思議で、でもきっとそこはもう感覚的に言っても信じてもらえないだろうって思ってたと思うんですよ。でも今の主人は普通に話ができて普通に理解してくれるから、すごくそこでは本当に楽ですね。でもそうですよね、あっこさん自身に持ってるものだから、もう含めて全部受け入れてくれないとなかなか夫婦は難しいですよね。能力ですもんね。すごいと思います、それは。だから今できてると思うんですよ、そのお仕事が。きっと家族の理解がね、ないと無理だと思うので。すごい、なんかね、もう痛みを持ってたりとか、そういう人が来ているんですよね。そうですね、本当に緊急対応でお願いしますっていう方もいらっしゃるので。緊急対応っていうぐらいになっちゃってるんだ。そうですね、でこの首が動かない、首のぎっくり腰ってあるんですって。ぎっくり首でしょ。あ、ぎっくり首や。腰じゃない、腰じゃない、ぎっくり首だ。いや、やっぱりだから、まあ、脊椎なんだからね、それが、そうだね。そういう人とかがもう駆け込むように、お願いしますって来るんですって。もちろんそのヒーラーっていうとね、あの、なんていうの、例えばそのスピリチュアル的に言うと波動をね、整えるとかエネルギーを整えるとか、そういうことでもあるんだけれども、実際にこうね、痛みとかがあれれれれってことにね、なるんですよね、あこさんのは。すごいですよね、ありがたいでしょうね、本当にね、って思います。はい、じゃあここで一回告知をさせていただいてもいいですか？はい、はい、出てるかな。はい、とですね、次回はいつもご案内させていただいているセミナーなんですけれども、私も子どもも幸せになる再出発セミナーは次回は12月16日です。で、12月はですね、2回やります。朝バージョン、夜バージョンがありまして、19日にも行います。で、皆さんはですね、離婚を考えた時に何から準備をすればいいかって分かりますかね？分かんないですよね、多分離婚したい時に。で、何から準備をすればいいのかっていうことを、法律の部分は次回来ていただける弁護士が本当に優しくてね、分かりやすく話してくれるんですね。で、私からは、子どものこととかね、あとは具体的にどんな準備をすればいいのか、法律以外にもっとリアルなところで私の離婚のお話とかね、そんなお話もさせていただいて、後悔のないように準備してくださいねっていうセミナーですので、もう離婚、夫にですね、パートナーに離婚したいって言ってからだとできることが実は限られちゃうので、もう自分の気持ちを伝える前にぜひ気軽な気持ちで参加いただけたらと思います。はい、30分の無料カウンセリングもついてますので、ぜひご参加ください。はい、はい、ということです。はい、いいですね。
ね、そういうね、うん、ことが、ね、それを知ってるだけでも全然 OK、うん、そうです、うん、で離婚するのが1年後とか2年後とか、うん、でもむしろ今知っておくことが大事なんですよね。そうですね、それを知ることで、うん、あのどういう時期とかそういうのも見つけられるようになるのかもしれない、うん、そう、早ければ早いがいいやっていうふうになっちゃうのか、うん、それとも、まあ、自分の計画があってこういうふうにしていこうって、うんうん、その時にじゃあどこまで 何をしとけばいいのっていうことになるんでしょうね、うんうんうん、そうなんですよね、うん、なのであの早く本当は受けてます、うん、でもなかなかね一歩踏み出すのが難しくって離婚って、うんね、悶々と考えてるうちはセミナーを受けるのもね敷居が高かったりとか多分するんだと思うんですけど、うん、でも本当気軽な気持ちでね、うん、受けてほしいですね。でもう本当笑いながらやってるので、うん、暗くないのでみたいな明るい離婚セミナーみたいな感じなので、もう離婚っていう言葉がね関係なく本当悩んでる。この番組は明るい離婚ショーとかそういう方が分かりやすくていいんじゃないかね、明るい、いいね、ね笑ってね、こうやって話してるのって、本当にアコさんと話してたんだけど、離婚ってね、した悪く、そんな暗くないよねって話してて、うん、ね、うんと明るい、だからその悩んでたり、うん、こう揉めてた時間がすごく、うん、もうもったいなく感じるぐらい、うんうん、毎日が楽しかったから、うん、やっぱり仕事はしんどいしね、うん、大変だけど、うん、なんかそのそれ以上にこう自分の中の重荷が降りるというか、うんうん、その楽しさの方がすごく大きかったです、うんうん、そう悩んでね、悩んで悩んで悩んでる時間が長い人ほど離婚した後にスコーンって抜けるんですよね、うんうん、私も4年半悩んでたんで、うん、もう離婚した時には本当長いトンネルからやっと抜けたという感じで、うん、もう未来にはキラ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 、うん、あキラキラしたいね、うん、したいねしてたんですよね。だから離婚って文字って決してあのネガティブだと私は思ってなくって、うん、で私も離婚を進めてるわけじゃなくて、うん、本当に仲良くねその後やっていけるなら、うん、離婚はしない方がいいじゃないですか、うんうん、です子供のためにもね、うん、でも辛くって辛くって、うん、もう本当に家の中の雰囲気も良くないような感じだったら思い切って一歩踏み出した方が、うん、いっぱいね、うん、楽しいことその後待ってるんだよってこともあるので、うんはいね、その辺を暗くないそうです、ね、本当にだからね、うん、あの飯野さんみたいな相談者がいるとあの暗く考える必要はないと思います、うんうん、ですよね、うんうんうん、自分がこの先どういうふうにしていけばいいかっていう提案をしてもらえるわけだから、うん、不安もないわけじゃないですか、うんうん、だからすごくいいと思います本当にね、そうです、はい、そうですぜひ皆さんご相談をご相談をご相談をないしないし、ね、ないし作ってないし作ってないしそうです、ね、まだ時間ありますよね。ありますありますよ、はい、ね、どうしましょうかね。そしたらどうしますか。じゃあ最後に聞いちゃうかな。長男がね、はい、連れ去られ事件っていうのがあったんですおそれはどうしようかなと思ったので、うん、出せばいいかって思ってたんですけど、はいね、連れ去られ事件があってその時にどうしたか、はい、あの別居する時に連れ去られちゃう人っているんですよね。あ、うん、結構それってナーバスな問題なので、うんうん、ね、子供の取り合いになっちゃうと、こう、こういう、そうですね。で、あっこさんはなんで取り去られちゃったんでしたっけ。それこそ面接権の、うん、が終わりました、はい、で、主人が送ってきてくれました、はい、で、上の子と3番目の子は家に帰ってきました、うんうん、で、長男は、うん、そのパパが送ってきてくれたパパの車の中に乗ってました、うん、で、あの、なんかその時にちょっとグズグズグズってたみたいなんです、うんうんうん、だからあ帰りたがってないんやって勝手に思ってたらしくそのまま一緒に連れて行っちゃって、うん、じゃあ3人連れてきて2人だけ下ろして1人どっけたまま帰っちゃったと、はあ、帰っちゃって、うんうん、で私は
って思って、うんうん、もうその時私はもう車の免許も持ってないし、うん、でも連れて帰った場所は分かってるわけじゃないですか、うんうんうん、なのでもう車の免許を持ってる友達に連絡して、うんうん、ここへ連れて行ってほしいって言って、うんうん、もう本当協力してもらって、うん、もう追いかけました、うん、でその、実家で話して、うん、それでも渡さないって言われて、うん、渡さないって言っても、うん、いや泣いてるから渡さないって言うから、うん、泣いてるから渡さないの理由がわからないって言って、うんでもうほんとコンコンともうお互いに話して、うん、で、まあ、長男においでって言ったら結局ママと帰るって言って、うん、帰ってる。もう長男はただただ泣いてるだけ。なんで泣いてたんだろう、そこがまだ今だに、まあ、やっぱり今までの生活からこう変わってのバランスもあって何もあってそういうのが悲しいんだよ、うんうんうん、男の子だから ね、 そうですね、繊細なのかもしれない、うんだから未だにそれは長男に聞いてないですね、うん、そういえばそうなんだどうしてあの時泣いてたのっていうのは、うん、そうだね、うん、そんだけ泣いてたっていうのがなんかきっと理由があったんでしょうね、うん、多分ね、うん、でも最終はね、うん、ママ早く帰ろうって言われたんで、うん、帰ろうって言って帰りました。痛かったわけではない痛かったわけではない痛かったわけではないんだね、はい、ちょっとねでもうちの子も離婚した時に本当に黒い絵を描きましたからね。ああ、うん。でね、こうやって持ち帰るペンをね、黒の持ってるから赤とかに持ち帰させるわけですよ。ほらね、こっちがいいんじゃないみたいな感じで、そうするとね、こう描くじゃないですか、赤をね。そうすると持ち帰って黒にして赤をもう一回黒に塗りつぶしたの。ちゃんと綺麗に。で真っ黒にしてたの。でもう太陽も全部黒だった、うん、もうその時の絵って今でも覚えてるんだけど撮っとけばよかったかな、うん、本当なんかね全部が黒なの、うんうん、あ子供って本当に黒絵描くんだってリアルにびっくりしたの今でも本当に覚えてる、うん、もう子供は覚えてないけれど私はすごく覚えていて、でそれをその時に友達もいて、友達もやっぱり覚えてて、あの時書いてたよねって言って、まあね、本当子供もやっぱり乗り越えなきゃいけないことって、うん、そうですね、まあ、そうですよね、うん、本当にそうだと思います。うん、頭で分かっててもね、気持ちがついてこれなかったりとか、ね、子供なりにやっぱりあるんでしょうね、きっとね。うん、あ、音楽が流れた。うん。うん、いろんな本当いろんな側面からいろんな見方があっていろんな笑い話にもできるし悲しい話にもできるしさじ加減でね、うん、そうですね。でも私みたく時間が経っちゃうと全部含めて笑える、うん、なんかもう暗くなること一つもないかも、うんうん、あのそうですね、今となるとね、うん、そう時間ってすごいなと思う。昔ほら、うん、歌子圭介のおもろい夫婦ってあったじゃないですか。ん知らない。テレビ番組で知らない。あのもう本当に、うん、熟年のおじいちゃん、うん、おばあちゃんかなんかが、うん、その2人のね、うん、あの人生を語るみたいな番組があったので、それは、まあ、まだまだ一緒に添い遂げてる人だけど、うん、別れてたっておもろい夫婦やね、うん、やっぱりね、うん、そういう意味ではね、うんうん、いろんな形があるから、うんうちなんかねまだね子育ては一緒にしてるし、うん、だから10人から10人の夫婦の関係ってあるから離婚も10人10通りあるから本当に時間が経つと今となっては本当に何だろう、うん、全部笑って話せるかなっていう、はい、感じですね。じゃ、うんね、次からあの愉快な離婚ショーという愉快な離婚愉快なんだね。愉快なんだね。笑えるじゃなくて。笑えるいいかもしれない。犬も食わないとかいろいろ。犬も食わない。はい、なんかじゃあお笑い系のじゃあ名前変えますか。名前変えます。いいかもしれないですね。でもね。どうでした今日は。楽しかったです。あ、よかった。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。はい。ね。また大阪から今日はね来てくれたんだよね。はいはい、また遊びに来てください、はいはい、ありがとうございます、はい、じゃあまた